もしもし、今あのグリコ前にいるんですけど、その初めて利用するんですけど、どういうシステムなんでしょうか。サイトはちょっと詳しく見てなくて電話で聞こうかなと思って。はい。先に女の子と連絡を取り合ってってことですね。はい。直接 LINE をすればいいんですか。はい、わかりました。ちょっとやってみます。すいません。はい。なんかデリじゃなくてサイトに女の子の LINE が載ってるから、そこで約束をしてそのデートするんだって。レンタル彼女めんどくさそう。確かレンタル彼女って1時間2万円だった気がする。高いんだよ。JD がいる。20歳の JD 行っていい？登録めんどくさい。名前、メール、電話番号、年齢、希望、彼女名、名前まで設定できる。だからくるみって設定できるんだよ。くるみになってくれるんだって。デート予約、日時、時間、待ち合わせ場所、日程と場所、お支払い方法、デート内容。めんどくさい。やめるわ。だから指定の名前で川西くるみにできるんだよ。ないでしょう。帰るわ。まだある？新幹線。東京帰るわ。家帰る。今何時？8時か。もう帰ろ。全く来た意味なかった。リスナーに騙された。大阪来てねって。マジで騙された。何、普段洋文リスナーなんか俺にぐちぐち言ってくるくせに、こういう時だけ家に行ってとかやめてよ。都合良くない？皆さん都合いいの？ステージならもう配信者来ないでね。そういう同情みたいなの一番もう傷つくよ。
来るまで待ちます。リスナーですブロックね。10分で着きます。今何時？8時5分ね。